スーパーメトロイドは1994年3月19日にニンテンドーから発売されたスーパーファミコン用アクションゲームメトロイドシリーズの3作目オープニングデモにてメトロイド3と銘打っている時系列としては前作メトロイド2リターンオブサムスの後の話である前作から追加されたシステムにマップ機能があるこれにより シリーズの特徴である迷路とも言えるステージマップを把握できるようになった。マップコンピュータと呼ばれる機械からマップのダウンロードを行うことでステージマップの大部分が把握できるようになる。マップ内はブロック単位で細かく区分けされており一度通ったところが塗りつぶされるように記憶されていく。エネルギー及びミサイル全回復ポイントは 本作から一定地点にある機械から補給する形となっている。また、装備アイテムの切り替えが可能になった。前作までは違う種類のビームを持ち運べなかったが、本作では装備品として切り替えて使用できる。後のシリーズでも使用されるようになった。追加装備品として、チャージビーム、パワーボム、スーパーミサイル、スピードブースター、グラビティスーツ、グラップリングビームがある。 初代と同様に複数のエリアが相互でつながったステージ構成になっており、エリアボスが大幅に追加されている。ゲーム全体の内容は初代メトロイドを発展させたものである。以後のシリーズでも本作の BGM のアレンジが登場し、設定も本作で誕生したものを基準としている。大乱闘スマッシュブラザーズ X では名作トライアルというモードで本作の体験版が 収録されている。また、Wii, Wii U, New Nintendo 3DS にて、バーチャルコンソールが配信されているほか、2017年10月5日、発売のスーパーファミコン復刻版、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン、2019年9月6日、配信開始の、スーパーファミコンニンテンドース o s w i t ン h o 日本作が、収録されている。惑星 s r 八十八の、 メトロイド殲滅の任務を銀河連邦から受けたサムスはクイーンメトロイドを殲滅した後に発見した卵から不可視すり込みによって自分を親だと思ったメトロイド最後の生き残りベビーメトロイドを持ち帰っていた銀河連邦の宇宙科学アカデミーに持ち込まれたベビーメトロイドはその生態構造を研究されることとなったその研究の結果メトロイドが持つ 優れたエネルギー特性は人類にとって非常に有効であること、さらにメトロイドが本来平和的活用を目的として作り出された人工生命体である可能性があると報告された。その後もメトロイドの平和研究は進められ、銀河に平和と秩序が戻ってきたと思われ、サムスも気ままなハンター家業に戻っていた。だがそんなある日、サムスに宇宙科学アカデミーから 緊急事態の連絡が届く。アカデミーに到着したサムスが見たものは何者かに襲われ壊滅した研究施設と無残に殺害された研究所員たち。そしてベビーメトロイドの姿もなかった。廃墟の奥に気配を感じたサムスはアカデミーを進みベビーメトロイドを発見する。しかし闇の中からサムスとの戦いで壊滅したはずの宇宙海賊の 最高司令官リドリーは姿を現した。サムスの見当を虚しく、リドリーはベビーメトロイドを奪い逃走し、サムスは命からがらアカデミーを脱出する。宇宙海賊と惑星ゼーベスの再建を知った、サムスは再び惑星ゼーベスへ向かうことを決意する。宇宙の未来をかけ、メトロイドをめぐるサムスと宇宙海賊の最後の戦いが始まる。 本作は、スペースパイレーツの打倒ならびにベビーメトロイドの奪還を目的とし、そのためには、ゼーベス各所の攻略が必須である。第一作でサムスによって破壊されるも、パイレーツの不屈の努力によって再建されたゼーベスの要塞には、前作以上に様々な仕掛けが点在している。なお、本作のビームは、有効、無効の切り替えが可能であり、一部を除き併用が、 可能となっている。各ビーム特性を組み合わせることで、より威力も強化されていく。本作はもともと、メトロイドシリーズの完結を目指して1991年の秋から制作が始まり、宿敵との対決をイメージしたことから、惑星、税別を舞台にすることが決定した。開発当初は12メガビットの容量で開発を進めていたが、ゲーム内容の追加やグラフィック、 音楽のボリューム増加に伴い最終的に24メガビットで制作されることとなった。また、ゲームのプロトタイプが出来上がるまでに1年半の歳月を要している。ディレクターの坂本は、調整作業が難航した時に完成直前の作品を自宅に持ち帰り、自身の妻にプレイさせることで困難なポイントを探り、翌日社内で変更箇所を指示していた。 ゲームオーバージの演出で登場するサムスは開発段階では裸体で描かれており、その後水着のようなものを着衣させることとなったが、60分の1秒だけ裸体が映し出されるようにしていたところ、アメリカで販売された際に気づかれたら大事になるとのことでボ没となった。ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り23.2点。 ニンテンドースイッチオンラインからスーパーファミコンタイトルを配信開始。第1弾は20タイトル。ゲームウォッチ2019年9月6日閲覧。ヒッポンスーパー第9巻。株式会社宝島社。P11 ヒッポンスーパー第9巻。株式会社宝島社。P11 時空間を歪め、標的となったもののエントロピーを停止させる兵器。 空中の敵もその場に凍りつくのは通常の時空間から切り離されたためスーパーメトロイドサムス・アランの2時間59分ニンテンドー公式ガイドブック小学館1994年4月34ページ ISBN 9兆7840億9 1 0 2万 4749ABC 制作秘話スタッフ紹介スーパーメトロイド サムス・アランの2時間59分ニンテンドー公式ガイドブック小学館1994年4月90ページ ISBN 9兆7840億9102万4749超絶大技林98年春版プレイステーションマガジン増刊4月15日号徳馬書店インターメディアカンパニー 1998年4月15日、287ページ、雑誌26,556から4,15。ありがとうございます。